皆さんこんばんは、ハイロクです、今日はですね、アトリエ探訪のパート2をお送りしたいと思います。ぐるーっとこんな感じ。前回はドア付近からですね、ご紹介していって、このピンクベアも紹介しました。フィットネスバイク紹介しました。カレンダーとかね。あとこの長いカウンターテーブルも紹介しました。で、ゴミ箱なども紹介しています。なんで今日はですね、ゾーンを右手側から紹介していきたいと思うんですが、こちら足元、開墾植物というコーデックスというものですね。これは去年ぐらいから J-WAVE の取材でハマりまして、で、まだ少しずつなんですが、徐々に増やしていってます。で、1個あたりがですね、まあまあ高いんで、もう本当に、月に1個とか、1鉢ずつ、少しずつ増やしていってます。でですね、こういう器具なんかもね、すごく、魅力的なものが多くて、植物と共に買ってっちゃうものかなと思ってます。で、これも、海外の霧吹きなんですが、どこかな、ドイツかな、これはですね、霧吹きというと普通、引くと出るんですけど、引いたレバーを離すときも出るという、ダブルアクションで出るというね、霧吹きが非常に楽です。で、これは、僕のハッチのチャンネルでも販売してるんですけど、もう本当に大きい、蛍光イエローの、いかにも海外っぽい感じのかっこいい霧吹きですね。こうやって持ちます。こういう隙間にですね、こういう隙間も収納がしやすく、スケボーなんかを隠してあります。これ手前側のはですね、スタッシュのやつですね。ちょっとレアめな、スケボーとアートを融合させたようなものが好きですね。でちょっと面白いのがですね、これマットなんですけど、何かわかるでしょうか。こちらはですね、ニューヨークのマンホール、街の道路とかにあるですね、マンホールのデザインになってます。でこれペロンとこうめくれて、もう普通のマットなんですけど、で素材もですね、エコなあのタイヤの廃材からできているという、そういうマンホールになります。でこちらは、ハイロクデザインオフィスのでかい看板ですね。もともとこれステッカーのデザインだったんですけど、看板にしちゃいました。で、続いてこのドア。レストルームと書いてあるんですが、トイレの扉になります。で、こう入るとですね、まずあるのが、これは何に見えるでしょう。バナナの形、バナナの皮なんですが、これがね、ジョークで、シャレで面白くてですね、コーション、ウェットフロアということで、滑り止めのね、プールとかに置いてあるような、スリップ注意の看板になってます。で、こういうのもね、こういうタイル張りのレストルームとかに置くと、ちょっとシャレっぽくてね、ポップになってかっこいいという。で、ちょっと小物も見ていきたいと思うんですが、これは、実際のコーラの瓶。これも本物なんですけど、その本物のコーラの瓶を熱で溶かしてお皿にしてしまったという。で、これは石鹸を置いたりとかですね、コインを置いたりとか、そういう小物のお皿に使っています。で、あと僕が大好きな海外の洗剤系ですね。で、この部屋も本当に自分のデザインのインスパイアというかですね、ネタ元というか、僕にとってはもう本当にアート。として置いてあります。で、こういうものも置いてある。これは、デザイナー仲間のジュン渡辺くんとやったバーガーザウルスという架空のハンバーガーショップを作った時の絵になりますね。で、これは、ペーパーディスペンサーですね。手を洗った後にこう引くペーパーディスペンサーで、紙もですね、普通の白とかベージュじゃなくて、こうブルーがね、なんか病院っぽくてかっこいいなと思って、こういうのをセットしてます。
で、そのペーパーディスペンサーの上には、ストームトルーパー。で、これ各世代のやつがいるんですよね。わかりますかね。で、それがこう見守ってるという。うちのどん兵衛がお出迎えしてくれましたね。トイレはですね、こういう感じ。で、ここ実はもう、建築的にはですね、古くて、もともとは和式だったんですが、友人とですね、改造しまして、洋式にしました。で、そんなことできるのかなと思ってたんですが、できちゃいましたね。これは、ミッキーのドル札を鏡の中に埋め込みまして、これ僕が作ったアートです。で、あと面白いんですとね、このペンキの、ハケっていうんですかね、ペンキのローラーについている、トイレットペーパー。で、これはトイレットペーパーの取り替えのホルダーってことになってますね。で、トイレットペーパーのこの実際のホルダーも、できるだけシンプルなものがいいということですね。これ本当はですね、トイレットペーパーのホルダーじゃなくてですね、壁に90度逆にくっつけてですね、何かをぶら下げるためのフックなんですね。で、それを、90度回転させてつけまして、トイレットペーパーをただ引っ掛けてるという。まあ、これくらいシンプルなもんでいいんじゃないかと思ってます。で、トイレから出まして、あ、これはですね、僕がやってますオンラインサロン、フューチャークラブというオンラインサロンのステッカーを作りました。いろんなタイプのがあります。で、こちらはですね、コピー用紙をセットしておくペーパーホルダーですね。こう端がですね、普通はこう角で止まるようになってるんですけど、ペロンとこうめくりやすいようになってますね。コピー用紙が100枚ぐらい入りますかね。こういうものを常に机の上にセットしておいて、すぐメモが取れるように、何か打ち合わせをした時とかね、すぐメモが取れるようにしています。で、メモ本当に多いんですけど、こういうメモもあります。で、これは、ハッチでも売ってるんですけど、マグネットになっていて、パチンとこうつくと。そうするともう固定されて動かない。で、これはですね、こういうスチールのテーブルにつけたり、あと冷蔵庫につけてね、買い物のメモをしといたり、そういうこともできるものですね。で、ホワイトボードの素材になってるんで、ホワイトボードのペンとセットで置いておきます。これはですね、最近ハマっているゲーム。こういうコマがあるんですけど、あんまりこう、細かく説明していくと、キリがないんで、割愛しますが、ジャンプゲームというゲーム、後で調べてください。ピンを置きまして、こう、またいでいくっていうゲームなんですけどね。で、こちらはそのオリジナルで、80年代のものですね。これはオークションで見つけて買いました。まあ、こういうちょっと買い物してきたばっかりのものとかこういうところに置いて吟味しています。これは、混乱ショップで買ったグラスですね。デュラレックスというフランスのコップ。で、これブルーの縁がついててすごい可愛いというね。で、こちらは簡易的なラジカセです。こう手で持つこともできる。で、このアトリエにはですね、もう本当たくさん、スピーカー、いろんな聞き方が、あらゆる聞き方ができるようになっているんですが、最近はカセットテープで聞くことが多くてですね、こちらはもう20年ものぐらいのやつですかね。ムロさんのカセットテープなんですけど、まあそういうものをですね、もうここにこうセットしまして、で、聞くという。いいですね。このガシャッとこう入れてわざわざ聞く感じがですね、音楽をさらにこう貴重にするというか、体験としての音楽というかですね、そういうのが生活の中で楽しいんですね。僕の最近のキーワードとしてこのわざわざ感というかね、便利に行く方も非常にいいんですけど、わざわざ何かをするっていう楽しみがいいんですね。で、こちらレストルームでも紹介した、バーガーザウルス。純渡辺くんとやったバーガーザウルスのこれもアートですね。ハンバーガーの包み紙をこう作ったり、あとポテトの包み紙とかね、シェイクとかね。で、その隣は、二号さんがやってるおつもパールという、
実際、これは実際にあるお店ですね。タピオカのお店のカップのデザインをしたやつです。で、こちらはアクリルのね、アマゾンで買ったアクリルのケースなんですけど、まあこういうのに、コピーの用紙を入れておいたり、プリント失敗したやつとか、もう使わなくなった裏紙とかを入れてメモ用紙に使うというものですね。こちらが、リビングゾーンゆっくりできるところに来ました。で、スピーカーなんかも、これは古い JBL のタイプですね。で、これは、ライト。フィリップ・スタルクというデザイナーがデザインした、これ面白いんですね。わかりますかね？ピストルの持つとこになってるんですね。で、それ傘がついててライトになるという。で、ここ、端っこは収納大事にしてます。こういうカセットテープが、ずらーっと、おそらく300本ぐらいはあるんじゃないでしょうか。で、これはお気に入りの黒い、カッシーナオリジナルのソファーですね。で、バナナが好きなんで、こういうバナナのクッションも置いてます。愛犬ドンベの寝床です。で、こちらが、フットマッサージ。タイプの違うものがここには2台、でもう1台裏にあるんですけど、メジャーリーガーだったイチロー選手もですね、毎晩このフットローラーで足を、まあ専門用語でいじめるというんですが、足の裏のツボを刺激して毎晩使っていたという、そういうフットローラーです。で、こちら角の方にですね、これ出窓のゾーンになるんですけど、メダカを飼っています。で、メダカは去年から始めまして、もう本当に、数が増えまして、その代表的な綺麗なものを部屋の中に入れて、でその他はガレージの方で、1000匹以上いますかね、飼ってます。で、これがですね、愛用のストーブですね。アラジンストーブ。中に見える炎がですね、もう綺麗なブルー色をしているんで、ブルーフレームなんていう風にも言われています。で、このストーブ本当に自動点火とかじゃなくて、実際にこう、横に、チャッカマンを置いてるんですけど、これチャッカマンも一世代前のやつです。そっちの方がなんかね、デザインが良かったんで、それをずっと使い続けてるんですけど、チャッカマンでつけたりとかね、結構めんどくさいです。灯油が終わったら、ガレージにこれごと持ってって灯油を入れたりとか、意外と手間がかかるんですけど、まあ、その手間も、先ほどのカセットを聞くっていう行為じゃないんですけど、楽しみたいんですね。便利な方向ばっかりに振ってですね、物を選んだり、生活をし始めるとですね、もう本当味気ないものになってしまったりとか、物を選ぶときに、ぐっとこう、狭まってしまうんですね。なんで、まあそういうめんどくさいこととか、手間とかも、楽しみながら物を扱うっていう考え方で、買っていきたいと、選んでいきたいと、そういうロジックがあります。で、これもですね、お気に入りの夜間なんですけど、これも実際ですね、火にかかるとですね、持つとこまでね、もうキンキンに熱くなってしまいます。で、だけどなぜ使うかというとですね、これ持つときに、布巾とかですね、なんつうんでしょう、夜間を持つグローブっていうんですかね、そういうものを使って扱うんですね。だから逆に言うと、その、布巾を当てて扱うっていう、そういう行動の部分までデザインされてるというか、で、逆に言えばそういう布巾を、どういう布巾を使おうかなとか、どういうグローブを使おうかなとか、そういうところのまた選ぶ面白さが生まれてきたりします。なんでですね、僕はもう、便利とか効率がいいとか、そっちの方で物を選ぶことをやめました。もちろん、便利なでデザインがいいことに越したことはないんですが、物の良さというのはそれだけじゃないと思っていますんで、最近ではそういう、ちょっとめんどくさいものもね、いいなと思ってます。第2回最後はですね、これ、
グリーンで終わりたいと思うんですが、もうかなりでかくなりましたね。これ実はですね、もうほんと小さい鉢で買って10センチぐらいの苗だったんですね。で、もう20年以上育ててるんですけど、僕の身長をはるかに超えて多分2メーター50ぐらいいってるんじゃないでしょうか。これここの天井が6メーターのある吹き抜けなんで、もうそこに届いちゃうぐらい急成長しています。コーヒーの木で、緑はですね、このアトリエの中にはですね、こっちにもあったりで、最初に紹介したコーデックスもある通り、どこの角度から見ても必ずグリーンが見えるようにしています。で、それはやっぱり最終的に究極の建築というのはですね、森とかですね、川沿いとかですね、自然との融合とか調和とか、そういうのがベストかなと思ってるんですけど、やっぱり街に、家があるもんで、そういうことが現実的に不可能ということで、家の中、部屋の中にグリーンを置いてですね、自然と人類との融合、自然と人口との融合を作っていくわけですね。はい、パート2は、これくらいにしたいと思います。まだまだ紹介するポイントがありますんで、ぜひ次回ハイロックのアトリエ探訪第3回をお楽しみに。それではさようなら。